シロンスクのヤドビが、または、アンデクスの兵とビヒは、カトリック教会の聖女、シレジアの守護聖人として知られる。教会を抱えた姿で描かれた、ヤドビがアルトバイエルンのアンデクス城に生まれた。父は、アンデクスハクケンメラン公、ベルトルト4世、母は、ベッティン家の一員である、アグネス・フォンロ・ホリッツ。妹には、フランス王フィリップ2世の妻、アグネス。 ハンガリー王アンドラーシュ2世の妻ゲルトルートがおり、ゲルトルートの娘で、チューリンゲンハクルートビヒ4世の妻、エルジェーベトも、聖女となった。フランケン地方のルッチンゲンにある、ベネディクト会の女子修道院で教育を受けた。12歳で、ヤドビガは、ポーランドのシロンスク公、ヘンリク1世と結婚したが、ヘンリク1世は1233年に、ポーランド君主となった。 1238年にヘンリク一世が死んだ時、彼はトシセブニツァにある死闘会の修道院に埋葬された。この修道院は1202年にヤドビガの頼みでヘンリク一世が建てたものだった。未亡人となった彼女は娘の一人を連れて夫が眠る、この修道院に入った。1241年には父の後を継いで、 ポーランド君主となっていた息子ヘンリク2世がレグニツァの戦いで戦死するという悲劇に見舞われた。1243年にヤドビガは亡くなって住んでいた修道院に埋葬されたが、生遺物は故郷のアンデクス修道院に保存されている。ヤドビガと夫ヘンリク1世は非常に経験な生活を送り、特にヤドビガは信仰熱心であった。彼女はいつも 貧者を助け、冬でも裸足で歩き、ローマ教会に全財産を寄付して最後には無一門となった。死後二十四年が経過した千二百六十七年、ヤ宿尾川、劣勢された。千七百七十三年、プロイセン王フリードリヒ二世は、ベルリンにザンクトヘイトビヒ聖堂を建てた。この聖堂は現在、シロンスクから移住してきた、ベルリン大司教区内のカトリック教徒たちの、 母教会となっている。聖女が水をワインに変えた奇跡を行ったとされるグラス。ありがとうございます。